ん？私たちギルドから来たんだけど。おっと、整備用カバンの件だな。ちょうど待ってたところだぜ。どうだ、すぐにでも行けるかい？よっしゃ、それじゃあ早速ブツを受け取ってもらおうか。ブツ？重いからな、気をつけろよ。結構でかいだろ。交換用のオーブメント部品から工具一式まで必要なものが全部入ってるからな。バレンヌ灯台まで運べばいいのよね。ああそうだが、必ず灯台森のフォクト爺さんに直接手渡してくれよ。かなり高価なものだからな、くれぐれも気をつけてくれ。いやそれにしてもジャンのやつから聞いてはいたが、正直これほどとは思わなかったぜ。お、何が？あんたたちのことさ、生きがいいとは聞いてたが、こんなに若いとはな。生きがいいって魚じゃないんだから。でもな、ここまで若いとさすがに少々心配だな。うん、ちょっと若いからって甘く見ないでよね。ああいや違うんだ、そういう意味じゃなくて、フォクトじいさんがどう思うかなってことなんだ。ああなるほどね。なんだ、じいさんのことを知ってるのか。うん、確かにいろいろと大変だったわよ。まあお世話になったってことにしておきます。その口ぶりだったら大丈夫だな。言いたいことは分かってるみたいだ。ただじいさんの気持ちも分かってやってくれよ。灯台森は孤独な仕事でな、偏屈になっちまうのも無理はないんだ。航行する船にとって灯台は命綱のようなものですから。灯台森というお仕事はとても責任のある役目なんです。そっか、大変な仕事なんだね。じいさんが漁師をしてた頃はよくラバンタルで飲んでたな。でも今は灯台暮らしだから、あそこの名物カクテルもめったに飲めないってもんよ。まったく大変な話さ。本当は差し入れでも持ってきたいんだが。おっと、さすがにおしゃべりが過ぎたな。まあそういうわけだ、じいさんに何か言われても気にしないでくれよ。うん、わかったわ。それじゃあもう行くけど、まだ他に何かある？いや、もうないぜ。質問や仕事をキャンセルするときはまたここに来てくれよ。じゃあな、頼んだぜ。あんたたち、バレンヌ灯台に行くのか？うん、そうよ。灯台森のフォクトさんにこの整備用カバンを届けるの。やっぱりそうか、そのカバンでピンときたぜ。じいさんが灯台に行ってからもう随分経つな。元気でやってるといいんだが。おじいさん、昔はよくこのお店に来てたんだってね。あの人は元漁師だからな、酒も博打も大好きなんだよ。じいさんの好みは木の実のジュースを使ったアゼリアロゼってカクテルでな、こいつがまた魚と抜群に合うんだよ。しかし
さすがに東大からは飲みに来れねえからな。仕事とはいえ辛い話だよ。うん、本当大変だよね。おう、そうだ、よかったら一本持っていかねえか。え？どうせ東大に行くならカクテルを届けてほしいんだ。別に依頼ってわけじゃない。忙しかったらあんたらで飲んじまってくれて構わないぜ。おじいさんに差し入れってことね。ねえヨシア、別に構わないわよね。うん、問題ないと思うよ。ま、これも気配りってやつね。そうですね。おう、それじゃじいさんによろしくな。つまみもあるといいんだが、あいにくと切らしちまっててな。この季節はマノリア特産の辛口アンチョビが一番なんだよ。ま、今回は飲み物だけでよしとするか。じゃあな、仕事頑張れよ。うん、じゃあね。あなたたち、この間は本当にいろいろとお世話になりました。マノリアの方たちにもよくしていただいてますし、皆様には本当に感謝しなければいけませんね。Thank you.
皆さんは遊撃士協会の方ですか？え？うん、そうだけど、ひょっとしてあなたアメリアさん？あ、そうです。お待ちしてました。早速ご依頼の件ですけど、護衛ということでしたよね？ええ、そうなんです。叔父の護衛をお願いしたいんです。クローネ参道に行くそうなので。クローネ参道ね。あ、そっか、ボスまで行くのね。いえ、そうじゃなくて、クローネ参道に行きたいそうなんです。え、どうして？クローネ参道に何しに行くわけ？珍しい山菜を探すとかそんなこと言ってましたけど、ごめんなさい、私も叔父の言うことってよくわからないの。あ、そうですか。それならご本人から聞いた方が早いですね。ええ、そうですね。ちょっとお待ちください。すぐに呼んできますから。掲示板を見たときは簡単そうに思えたんだけど、なんか雲行きが怪しくなってきたわね。クローネ参道はとても危険な場所ですよね。そんなところにわざわざ出向くなんて。そうだね。とにかく本人に事情を聞いてみないと。あ、来たみたいよ。あれ、おじさんは？それがもう出発してしまったみたいなんです。出発したって、クローネ参道にですか？ええ、多分そうです。皆さんが来るまで待つようにあれほど言っておいたのに。もうおじさんたら、どうしてこう勝手なのかしら。心配よね。クローネ参道に一人っきりだなんて。特に暗くなると危ないからね。なんとか日没前に帰ってきてくれるといいんだけど。ごめんなさいね、わざわざ来てもらったのに無駄足にしちゃって。ううん、気にしないで、私たちのことはいいのよ。本当にごめんなさい。叔父が帰ってきたらきちんと言っておきますから。お届け物です。ん？お前さんはこの間の？お久しぶり。今日はまた別な仕事なんだ。遊撃士協会からの依頼で整備用カバンをお届けに来ました。はい、どうぞ。
あ、重いから気をつけて。うん、確かに受け取ったぜ。こんな遠くまで。ううん、大したことないわ。それより、今日は他にも持ってきたものがあるのよね。ほう？北斗さん、これをどうぞ。ラバンタルのプレミオさんから差し入れですよ。おお、アゼリアロゼじゃな。昔はよくアンチョビをたっぷり使った料理をつまみながら飲み明かしたもんじゃったの。実は持ってきたんだよね。おお、おお、つまみまで用意するとは、随分と気が利くではないか。いや、それにしても懐かしいの。プレミオたちは元気か？うん、みんなおじいさんのこと心配してたよ。仕事は大変だろうけど、体に気をつけて頑張ってね。うん、差し入れもありがたいが、その言葉はもっとありがたい。お前さんもだいぶ気配りの精神が分かってきたようじゃの。どうだろう。やっぱり私はちょっと苦手かも。いやいや、ずいぶんマシになってきたと思うぞい。まあもちろんまだまだではあるがな。おう、そうじゃ、ちょっとそこで待っておれ。これは昔わしが使っていたものなんじゃが、いろいろと運んできてもらったからの、せめてものお礼じゃ。どうぞ受け取ってくれ。少々古いが、品は確かじゃからきっと役に立つじゃろう。いいんですか？いただいてしまって。構わん構わん。どうせもう二度と海には出んのじゃ。さてと、今日は本にご苦労じゃった。わしもそろそろ仕事に戻ろうかの。差し入れまでいただいてしまってはサボっているわけにもいかんからな。どうかお体にお気をつけて。それじゃあ元気でね、おじいさん。では失礼します。
おい、て、助けてくれ。よっしゃ、行くわよ。怪我はありませんか？うん、大丈夫だ。君たちのおかげでかすり傷一つ。ん？はて、どっかで見た顔だな。あれ、そういえば。おお、なんだ。お前はロレントの田舎娘ではないか。ゲゲ！あんたはキノコを探してた悪徳商人。エステル、さすがに失礼すぎるよ。相変わらず最低限の礼儀もわきまえておらんようだな。まったく、これだから田舎育ちは。うっさいわね、ゲテモノ食材マニアのくせに。どうせ今だって変な食べ物を探してたんでしょう。ふん、今日はもう貴重な山菜を収穫した後だ。この山菜はな、あのホタルタケよりもさらに個性的な食材なんだぞ。ふふふ、今度こそ商談もうまくいくだろう。あれれ、今度こそってことは、あのホタルタケってやつはやっぱり売れなかったのね。うるさい。たまたま需要がなかっただけの話だ。ねえエステルさん、山菜と聞いて何か思い出しませんか？あ、そういえばマノリア村で会ったアメリアさんだね。アメリアだと？アメリアというのはわしの姪だが。え、ってことはこの人がアメリアさんのおじさん？どうもそうみたいだね。あいつがどうかしたのか？実はアメリアさんからあなたを護衛してほしいという依頼があったんですが、僕たちがマノリアに来た時にはもうあなたは出発した後だったんです。うん、そうだったな。確かにアメリアには悪いことをした。だが仕方がなかったのだよ。次の商談までに目玉商品を用意する必要が。でもそのせいで危うく魔獣の餌食になるとこだったんじゃない？それじゃあ商談も何もないと思うんだけど。帰ったらちゃんとアメリアさんに謝ってよね。きっとすごく心配してると思うわよ。うん、分かったよ。次のグランセルでの商談が済んだらきちんと詫びに行くと約束しよう。ええ、僕もそうした方がいいと思います。それじゃあそろそろ行きましょう。町までお送りしますよ。おお、
それはありがたい。ではお願いするよ。ここで結構だ。今日はいろいろと世話になったな。どうだろう、この機会に以前のことは水に流してくれないだろうか。どうも君たちとは縁があるみたいだからな。できればこれからもいい仕事仲間であってほしいと思うのだが。だそうだけど、エステルはどうなの？まあ、オービットさんがそう言うなら私は構わないわよ。和解成立だね。それではこれからもよろしくお願いします。うん、そう言ってくれるとこちらも嬉しいよ。ではな、また次の仕事で会おう。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。